どんなことがあっても、どんな辛いことがあっても、みんなの背中には翼が生えてるんだということを忘れないでください。いつでも飛び立てる、いつでも羽ばたける、いつでも空を飛び立てる飛び立てるって2回言っちゃったのね、ごめんなさい、ありがとうございます。どうも皆さんこんにちは、始まりました栄光 GO ということで、今日もですね栄光に向かって GO していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さあ、本日は皆さんに今年の秋に行われる、栄光 GO ライブの情報がですね、ちょっとずつではありますけども固まってきたので、そのご報告ということになります。日にちが確定いたしました。2022年10月14日に決定いたしました。で、場所は、まだはっきり決まってないということで。ほぼほぼ決まりかけですけど、発表できる段階になってるんですね。はい。で、キャパなんですけども、結構これがですね、前回、本当に来る人、いいねボタンを押してくださいというふうにお伝えしたところ、どれぐらいですか今現時点で。いいねボタンめちゃくちゃいいね押されてんですよ。いいねが7000超えてます。おお、なるほどなるほど、はい、ということで、その中でまあ皆さんのスケジュールもあるだろうし、まああと僕のビビり具合もあるだろうしそこを考慮いたしましてキャパなんですけども、はい、1000人ぐらいの、キャパでやらせていただこうかなと思います、はい、これでもちょっと正直僕ビビってますけどね場合によってはだからプレミアチケットみたいなことになる可能性もあるし、そうっすね、場合によってはギリギリっていう可能性もあるし、どうなんですかね、来るのかな。いや、狩野さんが分かんないんだからこっちも分かんないですよ。そうですよねスクエアエニックスさんの YouTube チャンネルがある中で、たまに僕クリティカのヒットっていう番組名でちょこちょこ出させていただいてるんですね。その時に、ゲーム作家の木部さんって方がいらっしゃって、はい、どういう人かというと、よい子の有野さんとゲームセンター CX っていうのをやって、それがすごく人気があるゲーム実況の番組で、その有野さんが武道館でやったんですね。その武道館の話をちょろっと聞いたんですよ。そしたらすごいもう満杯、チケット即売れで、で、もう超盛り上がって、で、あ、いや、実は僕もね、やろうと思ったんです、今年の秋に。え、キャパどれぐらいですか？いや、まあ、1000人ぐらいですか？もっといけますよっていうふうにおっしゃってたんですけど、無理だろって俺は思います。コロナ禍っていうのもありますからね、はい、っていうのもあるし、たくさん人をガッとこう集められないっていうのもありますし、行きたいけどやっぱり東京に行くのはちょっとなっていうふうに考えてる地方の方もいらっしゃると思いますし、さらにチケット制にして生配信いたしますんで、そこで、テレビの前、携帯の前でこう楽しめるような感じも考えております。はい、お伝えできるのはこれぐらいかな今のところは。はいはい、だから、まあ、とりあえずやったことがないから、そうですね、一回こういう形でやってみて、でもっと見たかったのにっていう人たちが大勢いるようなら、うん、来年とかには全国ツアー、うん、ツアーおー、いいっすねみたいなことも考えられるっていう、はい、まずは今回1回目ってことですね。そうそうそう、コメントもね僕見ましたよ、皆さんの。大阪でやってくれたら行きますとか、福岡でやってくれたら行きますとか、北海道でやってくれたら行きますとか、そういう結構そういう声はあったんで、はい、そうツアーっていうのも考えられますね、はい、もちろん確かに今回の2022年秋のそのライブ、栄光 GO ライブで終わりじゃないんで、もちろん来年も再来年ももううまくいけば続けていきたいんで、まあ今回一発目第1回ちょっとまあ僕らもちょっと探り探りではございますけども、この感じでやらせていただこうかなと。で、まあ、何をやるかに関しても、やっぱりいろいろとゲームをやっぱ許可も取らなきゃいけないし、これもどんどんここから動いていきますし、ゲストもね、やっぱこう、なかなかガッとこう集まれないんであれば、応援コメントみたいなのもなんかいいね、みたいな話もしてて、舞台のセッティングチェンジ中も、はい、とにかくお客さんを飽きさせないで、はい、楽しませるようなこう演出考えてますので。そうですね。だから、まあ、やれることいろいろ考えたいですよね。はい、そうですね。どういうことができるか。だからこの
動画の中で、栄光号のチャンネルの中で今まで配信した企画で、みんなの前でできることがあるかとか、やりたいですね。はい、ヤフーの知恵袋を、そうっすね、検索するとか。それはここでできますからね。じゃあその1000人キャパでやる必要もないですよね。っていうのもありますし、はい、はい、徐々に、少しずつではございますけど動いてますので、はい、ぜひとも皆さん楽しみにしていただければなと思います。はい、はい、なんでまあちょっと開けといてくださいって感じですね。はい、そうですね。開催が東京になると思いますので、はい、金曜日だと思うんですけども、うん、まあ、東京にもし夕方ぐらいから来れるなら、そうですね、はい、でもう明日のこと考えずにもうとにかく精一杯全部ぶつけるみたいな感じで、もう燃え尽きるぐらいの、気持ちで私いますんで、はい、楽しみにしていただければなと思います。ということで本日はここまででございます。チャンネル登録、いいねボタン、そして10月14日ぜひともスケジュール開けておいてください。またお会いしましょう。さようなら。